はい、こんばんは、カナタでございます。随道探訪ということでですね、来ているわけですけど、僕ですね、そのごく一般的に知られているこの場所、まあ一般的ではないんですけど、その心霊スポットとしてはですね、まあ、地元では結構有名な場所なんですけど、ちょっと勘違いしていた部分なのかな。ごく一般的なその名称が、あら、そうじゃなかったのかと、もっとあったんだね、でもなんでそうなんだろうっていうことが、最近ちょっとですね、ありまして、あ、じゃああそこはそうなんだな、でもなんでそう言われてるんだろう、なんででしょうね、ちょっとね、違和感があるというか、まあでも一般的な名前はそうだから、まあ、それでいいんじゃねえかなと思うんですけど、ご覧いただきましょう、こちらです。まあ、ここはなんと、言いましょうか、おそらく工事中なんじゃないの。ですね、ここで新中愛トンネル、新中愛随道ですね、おそらくね、多分工事をしているんじゃないかなと、思うんですよね。だから通行止めになってるんじゃないかなと思うんですよね。多分ね、ハイトンネルじゃないんだよね、ここは。見て分かったわ。おそらくね、ここ工事をしてるんですよ、結構ずっとね。なんでね、これはもしかしたら片側一車線にしてするんじゃない、こっちにね、もう一個こっちにね、この壁の向こうにトンネルあるんですよ。それは片側一車線、片側のね、一方だけというか、まあ、僕車乗らないんであんま分かんないですけど、バイクも取れますけどね、まあ、一車線しかないんですよ、両側にあって、でこっちを、向こうに行く方にして、こっちを、まあ、向こうの方に行くトンネルにしているのじゃないかなと僕は思うんですけど、もう5年ぐらい使われてないらしいんですよね。長さがね 1.2 キロ長いんですよ。これね、入れますよ、もちろん。こうよいしょ、入っていきます。今のところはね、ハイトンネルなんですよね。ただね、そのハイトンネルってわけじゃないんだよね、まだそんなにね、別に汚いわけじゃないし、なんかやろうとしてるんじゃないかなと思うんだよね。見てなんかそう思ったわ、そうなんじゃないかなと思って。まあでもね、一応今のところはハイトンネルと化しておりますんでね、よいしょ、そうなんね、さすがにさ、1キロは何もないトンネル歩きたくないですからね。その雰囲気のある山の中のトンネルとかならさ、まだいいけど、あまりね、あんまり俺よくはないよね。ここでした。はい、ちょっと本当はね、この向こうの方にね、旧中愛トンネルがあるんで、そちらにね、行くんですけど、ちょっとね、寄り道して、しまいましたが、申し訳ありません。一応ハイトンネル的なやつ、新越中央トンネルと書いておきながらも、今使われてないというトンネルですね。では今から中央トンネルに行きます。これもね、まだ道中取りながら行こうかなと思っております。では次、少々お待ちください。
はい、どうもでございます、かなたです。先ほどの新中愛トンネルというね、使われていない、中愛トンネル見ましたけれども、今からですね、本来の旧中愛トンネルと言われている場所へ向かおうと思います。またですね、バイク、これね、ちょっとどうなのかなと思うんですよね。車載な感じでいいのかな、いいのかなっていうところではあるんですけれども、まあ、まあ、これをやって、あ、いいねこれっていうのであればですね、今後もやっていきたいなと思います。でもまあ、ダメならダメでやります。では行きましょう。深夜なんでね、深夜3時ぐらいかな。あ、でもいい加減手がきついな。よし、これでいこう。こっちだね。で、こっちだ。結構ね、画面揺れると思うんですけどね、ご勘弁ください。結構曲がるよ。でここら辺は、まあ、民家あります。ここら辺はね、よいしょ。あのこの反対側にですね、あの、うわ、後ろに来た、七曲がりトンネル、あ、七曲がりじゃない、七曲がりトンネルじゃない、七曲がり峠、というのがあるんですけど、まあ、思いっきり7回以上、曲がるんですけどね、あるんですけどね、まあ、ここもかなり曲がります。うわ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 、よいしょ、よいしょ。カメラ固定できたらいいね。あの手ブレ補正とかでね、なんか三脚みたいなのをさ、ミラーのところにさ改造してつけてさ、やりたいね。危ないけど、はい、もう民家なくなります。こっちは参道ですね。一気に寒くなるな。あ、そういえば前のね映像で金部隧道あったでしょ。あそこでね戻ろうと思ったらね、うわ、戻ろうと思ったんだけど、これ試しに突っ切っていけるんじゃねえかと思ってね、切っていきました。あの金部隧道のあのぬかるみの中突っ切っていきました。かなりね、おおとかハマったぜとおおおとか言ってたんですけど、
行けることができましたけどね。おお、危なかったんですね。でもあれ一歩間違ったら、あ、これ立ち往生してたところですね。あ、無理しちゃダメですね。危ない危ない。あとね、2回ぐらい曲がるのかな。嫌だな僕ね。その陳列物、おおおおおお、ウサギ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 ノウサギみたいにいた。行くんですけど音嫌だよね。ドーンとかさ、びっくり系、ああいうのがね苦手でですね、あんま得意じゃないんですよね音系。お、そろそろかな。急に現れるからね。あ、これこれが目印。この後ですね、こうなんか石碑があるんですけど、この先ですね。意外とね、道は綺麗なんですよね。はい、来ました。着きました。どう。よいしょ。ここが旧中愛トンネルです。よいしょ。でも虫は、よいしょ、虫やっぱまだいるな。予備ライトをね持っていっとかないと、結構これ往復で20分ぐらいかかるんでね。まさかね、こんな真っ暗なところ俺もそんなに嫌だよ。ちょっと待って、予備ライト探す。まあね、この前は前のねゼロ弾の時にはその事態に陥りましたからね、本気で。その廃墟の中でね、ライトを全部切れるというね、最低の事態が起こりましたからね。ライト出てこいや。よいしょ、いうこと聞け。よいしょ、あれ？よいしょ、あった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 。あったけど、これ、あ、別の場所。あれ？こっちかな？あった。ここね暗いんでね、もう一個のライダーもつけましょうかね。うわこいつ、これ弱っ。このちっちゃいの弱っ、ない方がいいなこれ。はい、中愛追悼、もう字読めませんけどね。そう、赤レンガなんですよね内部はね。で手彫りなんですよね。ここはねレンガなんですよ、赤レンガ。立派なんですよねすごい。前はね、前来た
こういうさ、ほんとさ、あのバチ当たりなことするでしょとね、田舎のヤンキーとかがすいません、失礼しますね、こういうのもね置いてるのにね、こういうことをしちゃったりするんですよね。でここに、ね、お金を置いてるんだけど、本来ね ここなんですよ、もともと置いてるところ、なんか移動されて、あでもこれあれだな、斜めになってたけど綺麗になってんな、移動されてるのかな、もっとねこ斜めになってたんですよ、確かね、はあ、綺麗だな。では行きましょう、中に入っていきます。向こうまで確か、500メートルぐらいかな、400〜500メートル、どれぐらいって書いてるんだっけ、全長、長さ、ね、432メートル、うん、往復約1キロ、でもさ、前さ、その行った時にね、デジカメで映像を撮ったんですよね、だから何にも見えなかったんですけど、やっぱ HID はいいですね、うん、撮れる、綺麗に撮れる。パチパチ言うのね、これねベルトで固定してるんで、それがプチプチ言ってます。あっ、ここら辺から手彫りなんですよね。あ、声響くな。こういうトンネルでさ、急に振り返ったら怖いよね、普通に今日も風は強いっすな、風の音するかな、響くね、落書きね、ほんとね、ないんですよ。まあ、あってもね、白壁なんで目立たないのか、そんなに本当にないのか。ここはね、前にも言いましたけど、結構、まあね、不気味というか、そういうのはね、結構ありますね。俺の足音が反響してすごい音する。風味信号って書いてる。あ、ここからね、手彫りになるんですよね。ここがね、結構崩落してるんですよね。うわ、これすごい雰囲気だな、これ。
あ、コウモリだ。達也、カズ、マー君。ああ、チンチの皮。ああ、なんでこんな書くんですかね。センスがあるんかないかわからん。もうね、すごい崩落してるんですよね。地震の時とかなんかな。すごいでしょ、思いっきり崩れてるんですよ、ここ。今あの地震が起きたら死ねる。あ、落ちてきてる。うわ、え、いたね。コモリ、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 コモリ。で、周りが白いからね、光が反射というか見やすいですね、非常に。これやっぱカメラ欲しいね、いいの。もっとね、綺麗にね、フルハイぐらいでやっぱ見たいですよね。綺麗だよ、本当に。でもそう、こういうの綺麗って言ってたらおかしいって言われるじゃないですか。おかしいのかな。もうおかしくないとは思わないけど、そんなにおかしいとも思わないんですよね。特殊というか、ね、人とやっぱちょっと違うというか。いいじゃない、何がダメなの。ありじゃない、楽しんでもらってるんだから。文句言うなっていう話ですよね。よいしょ、来た来た来た。ナイトショットとかね、そういうのね、あったらいいよね。こういうのでさ、行きは普通に、帰りはナイトみたいな。あいにくね、ここ前に行った旧吹上げとは違ってライトがないので、帰りライト消すとかっていうのはちょっとね、見えないんでね、全く何も。難しい部分がありますけど。あ、ここも、ここも水浸しなんだね。ここ水きれいですからね。まあ普通に今日は歩いていきますけど。水浸し、でも結構ゴミはあるな、やっぱな。だからだからよ、なんでこう首を折ったりするかな。一例を、あ、もう切り株がありますね。暗っ暗っ。こっちがね、七曲がり峠ですね。こっちに行くとですね、ただ見えにくいですけどね。
うん、もうちょっと近場で。びしゃびしゃですね。はあ。おお。おお、危ねえ。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。装備品が落ちたよ。ここいいなぁ。やっぱなぁ、中外トンネルもいいですね。基本的に僕、自分の好きなとこしか行かないんで。リクエストね、心霊スポットのね、こう、心霊スポット中華というところも、廃墟、廃トンネルとか、心霊スポットとかね、リクエストを受け付けてますよとか言いながらもね、多分ね、あんま行かないんですよね。うん。自分が好きなとこしか行かないから、でも、まあ、俺の好きなところはみんなが好きなところかなと、ね、自己満足というか、自己満足に、付き合ってくれというところですかね。いいですなぁ、やっぱなぁ。よし、じゃあ戻りますか。はぁ、あ。うわ。ぬかるむわな、やっぱ。おぉ。風が冷て。今回のね DVD は、この映像でね、まあ、最後なんですけど、いかがでしたでしょうかね。まあこの映像中にねこんなことを言うのもあれですけど、僕は福岡はもうほぼ行き尽くしたので、久々ですからね、ここも。まあ今回入っているところは、まあね、そういう、まあ、廃墟を一番最初にやったと思いますけど、まあ、あれも夏には行きましたけどね。それ以外は、金目瑞塘とかも今年の初め頃でしょ。ここもね、その時同じ時に行きましたから、結構久々ですし、自分もね再確認というか、まあ、ライトも新しくしてね、装備も新しくなってからは初めて来るんで、うおおおびっくりした、ゴキブリかと思った。虫は結構おるな。ガか、足くじきそうになった、びっくりした。ゴキブリだもん、ギャーって言うよね。え、なので僕的にはね、結構もう福岡、まあ、今後もね福岡ちょこっと出てくるとは思いますけど、ちょこちょこねですけど、まあほぼ行ったのかな。あとはね、裏スポットとかしかないんですよね、もう。ほんと超前、ドマイナーな場所とかねしかないからね。今回、まあでも言ってもね、その最初の廃墟なんかはマイナーですからね、地元民しか知らない、ネットにも載ってないっていうね、そんな場所ですから。結構ねいい映像が撮れているとは思いますけどね、僕はね、僕の中では。皆さんがどう思うかですからね、まあ楽しんでいただければなと思います。
げえもうこう尖ってんじゃん。あ、まあでも綺麗な。ラグ書きさえなければっていう感じですね。もう忌むべき存在ですからね、落書きは。大嫌いですからね、落書き。でもそれより嫌いなのは虫ですけどね、本当に虫嫌いなんだよね。見てる人分かると思うけど、何なんだろうね虫ってね。どっから来てどこに行くんだろうね。年間なんかすごい数の新種が見つかるんでしょ虫って。全然違う話するけどさ、進化を遂げるんでしょうね、どん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 。なんか昆虫の生態っていまだによく分かってないね。起源が古いし、で新しい種がどんどん出てきて、なんかね、よう分からん、よう分からんみたいな。まあ、よう分からんことはないと思うんですけどね。うん、すごいね、虫って。嫌いですけど。虫さえいなきゃな、夏は全然いかないけどな。なんかこう、ね、涼みに。ひんやりしたくないんじゃない、普通に涼みに行きたいですからね。あ、ここ手彫りのな、これはな、良かったな、白いな、ここ中真っ白なんだよね、ここ。今気づいたけど、さっき気づいてたけど、よくよく考えてこの前行った時そんな風には思ってなかった。ライトがしょぼかったからね。全体像っていうのはあんまり見てなかったか。前さ撮ったのさ、前撮ったライトで見てみる？こんなんだよ。こんなんだよ。前行ったのこれ、ここ行ったの。これでもね明るい方なんですよ。言うてもこれで行ったからだ。わかんねえもんねこれね。硬い、これついてんだよ、これライト、今ついてんだよライト。硬い HID か、文明の利器ですな。いいっすな。いや別に僕は今のライトでもいっちゃいいんだけど、やっぱり全体像を見るには HID が必須だね。見てるみんなも見やすいしね。うん、やっぱりもっとでいいちゅうか、で燃費が悪いからね、いかんせんこいつは、まあ、よろしくないんだよな、そこだけだね。でも綺麗に撮れるから、ね、もっとねカメラを変えれば、カメラまでね多分もうちょっとかな、もうちょっとで多分買えるんじゃないかな、おかげさまでね。まあその他機材を買ってるんで、ね、いろいろ周りの設備というか。はい、戻ってまいりました、僕のバイクこれで約50キロ走ってまいりました。どうでしたでしょうか、中外トンネル。こっちがね、まあ、旧中外トンネルという場所、なのでですね、お間違いのなきよう、あちらは旧ではなく新です、おそらく工事で何かやってるんでしょうね。ちょっとね、ああいうね、ちょっとね、まあ、真ん中には映ってますけど、
ああいうことをするバチ当たりがいるんでですね、心霊スポットなどにもし行かれる方ですね、まあ僕の思いというか僕の理念みたいなものをですね、そのまま鵜呑みにすることはないとは思いますけど、まあ、やっちゃいけないことというか、まあ、心霊スポット突というものに関してですね、自分的にはやっぱルールがあるんじゃないかなと思うんですよね。そういうのをですね、もし周りの方でそういう方がいらっしゃれば、それはいかんと、ね、ニコ生とかそういう動画配信している人でね、なんか大勢で行ってワーキャーとかっていうのね、あんまり僕は好きじゃない。なので一人で行ってるっていうのもあるし、一人で行ってるっていうのを、まあ、体験していただくというか、まあ、放送でも言っておりますけど、映像に中に入ってね、一緒にこう回るというか、無音にしてね見ていただいたりとか、コントラストを変えたりとか、白黒にしてみるとかね、いろんな見方をしていただければいろんな見方が出てくる、そういう疑似体験をする映像なんじゃないかなとは思うんでね、よろしくお願いいたします。ちょっとね、説教臭くなってしまいましたが、最後DVD 第1弾お楽しみいただけましたでしょうか。次回、DVD 第2弾、ありますのでね、もしよろしければ、またよろしくお願いいたします。では今回皆様ご視聴ありがとうございました。また次の場所でお会いいたしましょう。ではお疲れ様でした。